レレトロハートミュージックのどうやってみよう。はい、2021年最終号第6号始まりました。ウクレレとレトロをこよなく愛するレレトロハートミュージック、ウクレレ担当のヒデピンです。ボーカルのピノノワールです。よろしくお願いいたします。なんて言ってさっきも同じことやってきました。そうですね。いやもう ね、はい、あのウクレレハウススタジオ移転話が持ち上がってましてですね。そうなんです。はい、ウクレレハウススタジオ周辺をブラブラできるのはもうこれが最後の機会だということ で、我々の庭、はい、マイガーデン、なんか初めですね。あのカピオラニ公園こと野川公園に行って、あの今日一日ロケをしてきたんですけれども、ね、はい、なんかですね、撮影に不具合がありまして、うんうん、MC が最後まで撮れていない事件っていうのが、うんうん、はい、あったもんで、MC だけ今撮り直して、はい。はい、ということで、はい、まあ気を取り直してね、はい、曲紹介行ってみたいと思うんですけれども、はい、今月は何曲？今日何曲にしましたっけ？3曲ですね。うん、ですね。3曲。はい。ということで、はい、1曲目は、まずはクリスマスソングを、はい、はい、歌っていきたいなと思うんですが、はい、あの、毎年ですね、うん、あの、ハワイアンの中のクリスマスソングというのを選んで、いろいろ頑張ってね、やってきましたね。うん、メリカリキマカとか、そうですね、ハワイアンサンタとか、クリスマスルアウとか、カナカロカとか、おお、そうですね、頑張ってね、頑張って探してやってきましたけどね。そうなんです。はい、私たちもその、うん、どんな曲があるか知らないので、こう探しながら探しながら、うん、あった、見つけたって言いながら歌ってたんですけれども、ついに着きましてね。着きました、ね。私は着きましたね。着きました。はい、ということで、普通のクリスマスソングを。そうですね、ウクレレでね歌っていきたいなと思うんですが、はい、選んだ曲はジングルベルロック、はい、はい、こちら1957年にリリースされた曲なんですけれどもね、有名な曲で、うん、はい、ドン・ホーさんも、ね、はい、ドン・ホーさんもカバーしてたり、じゃあ一応ハワイつながり、あとあの海外ドラマですごい人気があった、はい、あのグリーというね、はい、あのコーラスの、はいはい、合唱部の、はい、ドラマの中でも、はい、この曲が歌われてたりとかして、うん、なんで耳なじみの方もね、若い方もちょっと耳なじみがあるかもしれませんね、うん、はい、ということで、1曲目クリスマスソングジングルベルロック、お聴きください。どうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたかね。ねえ、
楽しい感じで、ちょっとヒデピンさんのボーカルもちょっと聞けてよかったんじゃないかなと。はい、ということで続いては、はい、お待ちかねのピノズチョイスのもうピノズチョイスですか。はい、今月作曲ですからね。はい、そうなんです。で今年ね、本当2021年いろいろあったんで、もう一言、はい、私はもう戦争嫌いです。もう世界平和をもうとにかく願っている人間なので、まあちょっと私なりに、その2曲ね、選ばせていただきましたのでお届けしたいと思います。はい、で1曲目は、日本の名曲なんですけれども、星の流れにというタイトルの曲なんですが、これは1947年に、リリースされて、最初はもう本当売れなかったらしいんですけれども、しかも歌のタイトルもね、そもそも違うタイトルで、こんな女にですよね。ああ、そうです。こんな女に誰がしたというね、タイトルで作詞の方は出したんですけれども、まあ当時のね、進駐軍の方々に、ちょっとって言われて、ちょっと NG 出ちゃったんですね。それで星の流れにというねタイトルに変わってリリースされたという逸話があるんですけれども、当時東京日日新聞というね、現在の毎日新聞なんですけど、そこの、まあ、コラムというか新聞の記事にですね、戦争が終わって、そこで軍の看護婦さんとして従事していた女性の記事が載ってて、帰ってきたら、日本に帰ってきたらもう焼け野原だと、東京がね、焼け野原で、もう自分の家もないし、もう本当家族もどこ行ったかわからないっていう、もう本当悲惨な状況で、それでもね、私たちはやっぱり生きていかなくちゃいけないわけじゃないですか。生きて帰ってきてるんですからね。で、その中でやっぱり女性の生きる道というのを探すと、やはり夜のね、身を売るというお仕事をするしか生きる道がなかったという、そういうその悲しい現実が新聞の記事にあって、でこの作詞家の清水稔さんというね方が、もうその記事を読んで徹夜で1日でこの詩を書き上げて、そもそもこの私がこの曲を知ったのが、高橋真理子さんがカバーアルバムを作ってて、で「シャ」っていうね、糸片に小さい、少ないと書いて「シャ」というアルバムを出してたんですけど、その中にこの「星の流れに」を歌われていて、でも本当になんていい曲なんだって、もうメロディーがとにかく綺麗で、で最初も、ね「星の流れに」っていう詩からスタートするんですけれども、 それからどんどん残酷になっていくんですね。もうほんと3番の歌詞なんてもう泣いちゃうぐらい切なくて、やっぱりこう戦争が終わって終わった後の残された私たちがやっぱり本当に辛い思いをして生き抜かなければいけないっていう、本当にそういうきちんとした歌詞が書かれてるので、だからなんかそういうね、もう本当戦争はなんでやっちゃいけないのって思う方がもしいたら、本当にこういうことなんだよっていうのが少しでも分かっていただけたらなと思って、この曲を1曲目に選びました。それではまず聴いていただきます。星の流れにどうぞ。こんな
一部へ吹いて、あてもない世のさすらい、人は見返る、我が身は細る、町の木陰の寂しさよ、こんな女に誰がした、ありがとうございました。しんみりしちゃいましたね。いやー、いい曲でしたよ。いい曲でしたね。うん、ちょっとブルースでね。そうです、ね。あ、そうそう。当時なんか一番最初、阿波谷のり子さんがね、うん、歌ってくださいってお願いされたらしいんですけど、ね、いやよって断っちゃったみたい。はい、ということで、はい、平和を願うピノズチョイス2曲目。今年最後のピノズチョイス。はい。これはですね、ちょっと英語の歌なんですけれども、うん、ぜひ、私の中では本当世界の名曲の一つだと思っている曲です。はい、21 Guns というね、21 Guns っていうことですけれどもね、21 Guns。これを歌ったのは、グリーンデーという、はい、アメリカのパンクバンド。はい、3人組のね方なんですけれども、まあ21ガンズというのは単純にまあ21丁の銃とか、うん、そういう意味ではなくて、うん、アメリカの礼法ですね、うんうん、儀式的な礼法ということで、はい、プーホーを打つんですね、うん、21回、まあ大統領が退任する、そう退任就任って、あとはまあ亡くなっちゃったりとかした時の、うん、礼法ということで儀式的に今では行っているものなんですけれども、うん、当時オバマ大統領が、はいはい、出馬をしていた時に、うんうん、はい、グリーンデーがこの曲をね作っていたので、うん、その歌詞の中に戦いをやめようみたいな、うん、そういう形で書いてはいるんですけれども、引き手というふうに考えると銃はもう下に下ろして、お互い手を挙げて、君と僕でね、もう手挙げて、うん、お互い、まあ、降参し合おうじゃないけど、お互い許し合って、うん、戦いをもうやめようって、うん、その戦いをやった末に残るものは何だって、もうすごい訴えかけている素晴らしい曲なんですよ。で、これ2009年にリリースされたのかな。で、またね、ミュージックビデオが、超かっこよくて、うん、当時のなんかこういっぱいなんとかアワードとか、うん、そうなめにした曲なんですけれどもね、もうほんとそれでもうね、もうグリーンデー大好きで大好きで、何ですか、何が何、ちょっと自慢していいですか、ちょっとだけです、ちょっと自慢していいですか、まずタラン、あ、スティックで
生の、トレクールさんの使ってたスティック、これ日本公演で来た時に、落としていかれたものを拾いました。素晴らしいですね。本物であることは間違いないです、ね、本物です、本物です。そしてもう一つ、ダダン、ピック、これも渋谷アックスだ、うん、にでやってくれた時に行って、で、あれちっちゃいところでやったんですか。そうです、そうです。でそれでまた何日か後にあのサマーソニックで、うん、なるほど、出てくれてたんですけど、もう両方行きまして、でもう初めてパンクのライブに行って、もう二度と行くまいと本当思いました。もうね、本当ね、ネックレスはこうやってちぎれて切れるし、もうどんなのか知らなかったので、こんなおとなしい私がちょっとやっぱ無理だ、パンクのライブは無理だと、もう聴くのは大好きだけどもうダメです。だって上にね、人がね通るんだもん。みたいな、上に人が通るので、もうティナさんは上は通らなかったんですか。いや通らないですよ、怖い怖い、何を言ってんですか。でもね、ほんとみんなすごいの、なんかね、もうほんとトトトトトトって軽々と、で私もなんかやんなきゃいけないかなと思って、ちょっと私船の手を出しましたけれどもね。出さないと落ちていきますからね。そう、危ない危ない。そうですか、前から順繰りにこう後ろに送られていく感じですか。そう、うん、まあ、そうです前から送られて後ろにトンと打って、でその人がまた前にガーって戻ってきて、でそっからわーって飛び込んで本当にダイブするんです。恐ろしい。でよくぞご無事で。いや本当、それでもう怖かったんですけど、で結局もう前の人たちがすごいね、うん、熱量なので、でも私もちょっと前の方でちゃんとビリもね、生ビリ見れて、もうこう無理だと思って後ろに控えてたんですよ。でやっぱりほらあのね、舞台からステージからこうピックとか投げてくれるじゃないですか、うん、いやもうすごい欲しいと思ったけれども、あの前に行くのはもう絶対無理と思ったんで、もうしょうがないので、もう後ろ結構ガーッて開いてるんですよ、みんな前に詰めるから。なるほど。でも後ろにちょっとこう腰掛けれる場所っていうかもあって、うん、で腰掛けるって言っても何て言うんですか、あの道路のほら片隅にあるようなこういうね、うん、こういうやつあるじゃないですか。あれがこう何個かこういうのがあって、ホチキスみたいなやつ、鉄パイプ、そうあれにちょっと腰掛けるみたいな、鉄パイプのホチキス、そうあれに腰掛けるみたいな感じで、もうそこで、ね、椅子じゃないかもしれない、そう椅子ではないですね、ちょっとなんかもたれられるみたいな、はいはい、でそこにもたれかかってたら、まあね、あのライブが終わってパッとステージがね、うん、消えて、まあ私たちのフロアが明かりがつくじゃないですか、うん、そしたらあったんですよ、これが。どこにあったんですか。床です。目の前ですか。目の前にあったんです。よかったですね。はっと思って、はっと思って、もうびっくりして、これはみたいな、みんなわーって書いてるんですけど、もうガーって下がって取って、で多分引っかかえてたんですよ、ひっくり返って、白い状態であったんですけど、ビリの顔が見えてたらみんな飛びつきますね。そう、ひっくり返ってたんですけど、あっと思ってひっくり返したら、もうビリが投げたピック取れたんです。嬉しい。もうミクシャになって帰られましたね。もうなんかね、後ろの方だったんですけど、みんながこうね投げて受け取れなかったものがもう下に落ちて、それがこう蹴られて私のところに来たという。神様ありがとう、運命ですね、うん、ビリありがとう。ということで、まあ、ビリー好きをもう一つ言いますと、まだあります。これですね、ビリー・ジョーって書いてあって、これがあの21ガンズの時に、まあ、演奏していたタイプと一緒のギターということで、うん、まあ、ビリーが使ってたわけでは、これはさすがに、これはさすがに違うんですけれども、でも同じモデル、そうです、同じモデルでね、うん、あのギブソンの大好きなモデルなんですけど、うん、でこれがなんと、まあ、ビリーもそうなんですけど、大好きなポール・マッカートニーも、もともとこれを持っていて、そう、それでビリーも21ガーズの時にこれを使ったので、もう欲しくてということで、なんかどういういきさつか手に入ることがありまして、だから全部ちょっと不思議な感じで手に入ったんですね。だからこれ全然自分でお金出してないですよ。あ、そうなんですね。そうなんです、これは、はい、それはもうありがとうございます。
ということで、すごく話がそれたんですけれども、はい、確か戦争反対戦争反対からただのグリーンデイファンだというね、そっちの方が長かった気がします。すいません、カットしてくださいそうなんです、戦争反対です。はい、ということで、21 Guns ね、ぜひ聞いていただきたいと思います。平和への願いを込めて、込めましたよ、はい、お聞きください、どうぞ。
up your arms into the sky, you will die. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。平和な気持ちになりましたかね。ねえ、うん、なんかね、まあパンクって言ったからみんなどんな曲を想像してたかなと、うん、そう、結構ね、はい、あのドーンというゆっくりめのかっこいい感じで、ね、しずしずとね歌わせていただきましたけれどもね。バスケットケースとかだったらね。ああ、まあいっぱいいい曲あるからグリーンでも。まあ、またあ、ぶり返さないでください。グリーンのピノソチョイスか。あ、そういえば、うんうん、来年はどうするんでしたっけ。あ、来年ね、なんかちょっとまだ何も考えてないんですよね。移転話もありますし、ね、そうなんです、ちょっとなんかパタパタしてて、はい、どうなることやらで、まあなんとか細々やっていこうと、うんうん、そうです ね、 いいですね、まあ絶対やりますよ、はい、うん、細かろうと太かろうとむしろ太くやろうとそうですね、ドーンとやりたいものですね、ドーンですからね。承知いたしました、うん、あ、そうだ、私あの髪切ったんです。あ、本当だそうそう、髪切りました、久しぶりに、うんうん、そうそう、引っ越すというか移転するというのもあって新規一点でね、うん、ちょっと髪切って、ですごいこのうわーって長かったので寄付できるかなと思ったんですよ、あのね、がんの方とか、うん、そういうのでウィッグにするっていう、うん、そうそうそう、うん、そしたらあのやっぱいろいろ規約があって、一本こう毛を持ってこうピッてやってギューって引っ張ってもちぎれない紙じゃないとダメって言われて、うん、やったらプチって手入れ怠ってました。ダメでした、ダメでした、傷んでて全然ちょっと残念だったので、そのポイってさせていただきました。また挑戦してください。そうですね、今度こそあの綺麗に伸ばしたいなと思います、傷めずにね、はい、うん、はい、ということで、今回3曲お聴きいただきました、はい、ということで、レレトロハートミュージックのどうぞやってみた、また来年お会いしましょう。メレカリキマカ、メレカリキマカ。